こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。クールタフネス、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。シャイニングマジック、前に行きそうです。スペクトラム、それに続いています。さらにはクールタフネス、6番ピッコロ、その後ろ。それでは先頭から先手を取ったのはピッコロ、そして大きく離れてスペクトラム、この位置です。フラワーパーク、後位をキープ。その外にクールタフネス、少し離れてシャイニングマジック、続いています。並んで11番シェイクジュピター、その外からマダムビグラス。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ピッコロ先頭、3馬身から4馬身のリード。2番手はスペクトラム、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。残り 200m、 ピッコロ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。フラワーパーク抜けた。ピッコロ追いすがります。フラワーパーク、フラワーパーク、1着、2着にはどうやらアナバー。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。フラワーパーク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはサンシャインチャイム、ライトプロモーション。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくサンシャインチャイム行きました。続いて前へ行くのはライトプロモーション、さらにはチェリーパーティー、6番オートジェネラル、その後ろクリムゾンチャーリー。後方から、では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはサンシャインチャイム、オートジェネラル、すぐ後ろピンクの帽子ヴィンテージクロップ、その後ろ好位置をキープしています。サクラローレル、この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。では前の方から、先手を取ったのはオートジェネラル、白の帽子ライトプロモーション、その後ろすぐ隣にヴィンテージクロップ、エアランサー、すぐ後ろ。その後ろからはサンシャインチャイム、チェリーパーティー、すぐ後ろ。並んで9番ペルシアンサイクロン、その外からパーズオン。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。オートジェネラル先手を取りました。ヴィンテージクロップ、それに続いています。サクラローレル、好位をキープ。白の帽子ライトプロモーション、その後ろすぐ隣にサンシャインチャイム。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ6番オートジェネラル、まだ粘っています。サンシャインチャイム、ほとんど差がありません。ヴィンテージクロップ、3番手サクラローレル、いい位置です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。ここで先頭はサンシャインチャイム、サンシャインチャイム先頭、2番手はヴィンテージクロップ。手応えは悪くありません。前を捉えられるか。サンシャインチャイム先頭、残り 200m、 先頭はサクラローレル、ヴィンテージクロップ必死に追いすがります。ヴィンテージクロップ追いすがります。サクラローレルもう一伸び、サクラローレル、サクラローレル、1着、2着にはどうやらヴィンテージクロップ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。サクラローレル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。堂島無敵、スタートのタイミングが合いません。さあ前に行くのはどの馬か。
大気ブリザード、前に行きそうです。ビクトリーガイドブック、それに続いています。さらにはメテオアカデミー、13番イングランドピクシー、その後ろ。それでは先頭から。先頭は大気ブリザード、短期の逃げに持ち込めるか。内からは堂島無敵、緑の帽子、メテオアカデミー、その後ろ。すぐ後ろにエルドソネット、並んで14番ビクトリーガイドブック、トロピカルオフ、この馬もこのグループ。その外からイングランドピクシー、その後ろにリッチエベレスト、フリーサーベル、そのうちに続いています。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭は依然として11番大気ブリザード、ビクトリーガイドブック、ほとんど差がありません。メテオアカデミー3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。大気ブリザード先頭、2馬身から3馬身のリード。2番手はビクトリーガイドブック、ビクトリーガイドブック必死に追います。この差は果たして縮まるか。やはり大気ブリザード先頭だ。後続は大きく離れました。2番手はビクトリーガイドブック、大気ブリザード独走。大気ブリザードぶっちぎりです。大気ブリザード1着、2着はビクトリーガイドブック、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。大気ブリザードまさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。藤山健山、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。バイオジョンヌ、前に行きそうです。オフサイドトラップ、それに続いています。さらには藤山健山14番ビショップカラーズ、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。もう一度先頭から。先手を取ったのは藤山健山、2番手に3番オフサイドトラップ、その隣にバイオジョンヌ、イタリアンウィッシュ、すぐ後ろ緑の帽子、アフリカンロード、その後ろ。すぐ隣にイングランドレッド、その横にチェリーハーモニー、その外からビショップカラーズ、その後ろにプラウドミズーリ、並んで11番パーソナルエキスプレス、すぐ後ろに富士奇跡、さらにはタレンティドバレー、最後方にアフリカンビッド。 1000m を通過、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から。先頭は依然として藤山健山、まだ粘っています。バイオジョンヌ、ほとんど差がありません。3番手にオフサイドトラップ、絶好の手応え。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はバイオジョンヌ、差はほとんどありません。2番手はオフサイドトラップ、先頭を捉えるか。やはりオフサイドトラップ先頭だ。ここで先頭に立った。オフサイドトラップ、オフサイドトラップ先頭、残り 100m、 オフサイドトラップ先頭、富士奇跡迫る。オフサイドトラップ、オフサイドトラップ1着、2着にはどうやら富士奇跡、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。オフサイドトラップ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
阪神競馬場発走の時刻が近づいてきました。2歳牝馬の頂点をかけた戦い、阪神ジュベナイルフィリーズ。芝 1600m は桜花賞と同じ舞台。来年のクラシックを占う意味でも重要なレースです。さあ最後は大外枠のイブキパーシブ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはアジュディケーター、スリーオーキッド。この馬も好スタートを切りました。ゴールデンカラーズ前に行きそうです。ゴールデンカラーズ競りかけていきました。その外からイブキパーシブ、内からはカリビアンリング、その隣にプロカミ、その横にセイウンマスタ、ファビラスラフイン、そのうちに続いています。その隣に名称八重垣、その横にマイネガード、内からはミルエトワール、エアグルーヴ、この位置です。すぐ後ろにファイトガリバー、緑の帽子ノーブルピアリス、その後ろ、すぐ後ろにエアグラス、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭は依然としてゴールデンカラーズ、黒髪ほとんど差がありません。アジュディケーター、3番手エアグルーヴ、これはいい位置につけています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはイブキパーシブ、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はファビラスラフイン、残り 200m、 エアグルーヴ伸びてきた。ファビラスラフイン必死に追います。2番手はファビラスラフイン、エアグルーヴ、この馬で決まりか。エアグルーヴ1着、エアグルーヴ完勝、エアグルーヴ1着、2着はファビラスラフイン、これが世界の実力だ。エアグルーヴ。Thank you.